さあやっていきましょう。第5回かな。ちょっと待って調べるから。ちょっと調べるからちょっと待って。第5回かな。第5回。1月分が第4回なので第5回。2月分になります。第5回新しいアナリティクスの時間が今回も始まりました。どうも。パーソナリティの私です。ということでね、今回この辺の BGM を適当にまた再生しております。ドバシンドロームっていうタイトルね、BGM を勝手に配しております。さあ、やっていきましょう。今回のアナリティクスですけども、いやー、ついに2月20日をね、超えたことによって、収益が得られなくなってしまいました。どうなったかというと、こういうことですね。ここまでクククククンってこうちょっと頑張ったなって、これなんで、ね、0.19 ドルだからね、なかなか頑張ってるっていう日もあったんですけど、ね、ここね、良かったんですよ、2月は。0.00 ドルにならない月というかさ、そこにつかなかったんでね。上がり調子かなと思った先に、いや、先でもないけど、こうよ。これよ。00000。やっぱね、心のどこかでやっぱり、ずっと収益化されてるものだと思ってたもんだから、忙しくなっても、昔の動画とか再生されて、ちょこちょこ入っていくんだろうなっていう、そういう目論見もあった。そういう密やかな楽しみを楽しもうと思ってたんだけど、いやーもうダメだね。だからその、収益受け取り状態を維持し続けないとダメだから、しんどいね。泳ぎ続けなくちゃいけない魚みたいな感じになっちゃうな。そう、これはちょっと無理だよ。アザラシだから。陸の上にいる時間も必要です。ってのがですね、性別が 100% 男になっているのだが、どういうことなのか。ほいじゃあまあ、一つ取っていくか。再生時間はですね、ちょっと増えてます。ちょっとっていうか、まあ、前期分に比べたらだいぶ増えてるな。2月1から2月28日分だから、ジャスト2月分だけども。ね、これで、この期間で見て増えてるからね。うん。特に、この辺りからの伸び率。ここら辺平坦だけどね。アニメっていうか焼きつく模式用シリーズがね、スタートしてるというか、週1、週2ぐらいで上げてたから、まあ、それがやっぱり再生数を牽引してた、再生時間を牽引してたかなと思う。再生時間はちょっと差がアニメだけどね、これはね、仕方がない。なんて言ったってね、再生時間が差がアニメなのは、これ見たらわかるけど、ここでね、ガーンとこう、再生数が跳ね上がってる時期が、何かっていうと、総再生回数、視聴回数でいくと211回再生で、このクールボーダーズバーンの平壌オリンピックの上等が、これが良かったんで、ただこれよく見ると再生時間が短いね。ほぼ釣り動画みたいなもんだったからね。平均視聴時間 0.27 分だから、これが完全に足を引っ張って、足引っ張ってって言うわけでもないけどね、総再生時間はちょっと少なめになりがちになってましたね。でもまあね、視聴回数は増えてたから、まあ、よしとしよう。見てくれ、2600、前期比 54% だからね。プラス 0.、プラス 54% だからね。1.5 倍とかになったってことだからね。これは悪くないよ。うん、前提としてはね、平壌オリンピックって言ったよね、さっき。平昌オリンピックね。これだから革新的な、自分の中では革新的なね、適当に上げた割には、バーンと伸びてから、よっしゃって感じだな。意外に韓国からは再生されてないね。せっかくピョンちゃんって言って、関係なし。まあ、一月で211再生なんて、今までじゃない、一番多いから、やったぜって感じだけど、なんだかんだでやっぱ、再生されてるのこれなんだよ。視聴回数で並べると、これ、焼きつくのカープシリーズのね、カープで優勝シーズン、これがやっぱり一番、今936回再生、あともう少しで1000再生ですよ、再生再生。ちらっとこれ見た、高評価の分一つだけ自分で押してる。これは2ぐらいにしておきたい。全部押してるわけじゃない。こういうのだけで。こう見るとね、コンスタントに17とかだぜ、この辺とか。17、15とかだぜ、上げてるのがもうかれこれずいぶん前に。9月5日に上げてるのどうかな。不思議。ここからね、今
定視聴者がつくといいなと思うけどね。なんだかんだでね、もう一個戻るか、チャンネル登録者数も少し増えてます。少しジャイアントグラムの実況を見てくれたかな見てくれたかなって、アホか。ここら辺、いかにも YouTuber のサムネっぽい感じに作った、これ17再生だけしかされてないけどな。これの時に37人、登録者数37人だったのが今39ですからね。若干増えてる。いいことです。前回の動画でコメントにここで返していこうかってみたいなこと言ってたけどね。まあいいでしょ。それ恥ずかしくない？逆に。と思った。自分がコメントする立場だったかな。だから、コメントに返せば通知がいくはずだから、コメントにはコメントで返していくっていうのをしようかなと、今期から思いました。はい。BGM 聞いちまった。君の名は?まあこんな感じかな。一応推定収益ね、半期分最後のラストとなる推定収益、このアザラシアナリティクスとなる最後の推定収益並べてみると、やっぱ一番はこのイチローのやつなんですね。イチローのやつ、なぜかパート6、スパロバルファーの授業、そうスパロバルファーの実況始め、あ、シェンムーが入ってますね。バーチャルが入ってますね。月下の剣士が出て0.1を出せる。マグネチック入がもっと伸びてほしいんだけどな。伸びてほしかった。なんかね、伸びないな。個人的には面白いことやってるつもりなんだけど、まあ、マグネチック入との面白さを伝えきれてない自分の力不足というところか。紹介数伸びてるのいいけど、もうちょっと頑張りたいな。リアルタイムとかこうやって見ると、24時間とか48時間とかそういう単位に見れるの。60時間。60分と24、48時間見えるんだけど、まあ、こんな感じですね。今日に限って言うと、夜の間もまあまあ再生されてるっていうか、なんか4時台とか3時台とかに再生されてる、なぜか。誰かが再生してるっていうのが分かるわけですね。これ見るとすごく楽しいから、これから YouTube に上げるのを目指す人はね、このアナリティクスのリアルタイムを眺めるのが楽しい。楽しいですよ。スパロバルファの実況始めたはいいけどな、どうなんだろうな。俺はやってる俺は面白いよ、それなりに。やってる俺は面白いんだけど、いやどうなんだろうな。大して再生されてない、大切に見る側は苦痛だろうなっていうぐらいの、なんだろう、ダラダラになっちゃうんだよな。1時間とか1時間20分とかになってくるわけだ、一つのステージをやるのに。しかも同じような単調なさ、ロボットが戦ってるシーンをさ、延々とやるわけだな。延々とこう大してね、見合いもないグラフィックでやってくれるわけだ。いっぱい取りだめちまったから、ついついやっちゃうんだよ、夜とかにね。それを上げてるから、いっぱい取りだめはしてあるんだけど、果たしてこれは、ネットのみに放流していいレベルのものなのかという、そういうあれがある。そういう、その、なんだろう、引け目がある。追い目？わからん。なんちゅうかから。焼きつくんね、もし生きをシリーズスタートしてるのはいいよ、やっぱり。いいね。自分で再生しちゃってる。に上げて、まあ大体すぐ20ぐらいになる。それぐらいでいい。いい、十分って感じ。ちょっと前のやつも50とかにはすぐなってたしね。これと50だよ。ね。この間までついちゃってる。でも、なぜか、このマジンガー Z のタムネにしてる何の変哲もないこのスパロボのやつなんか再生回視聴回数66回。誰が押してんだこれを。誰が押してんだ。いや、もし気を伸びればもうそれで十分満足なんだけどな。まあこんな具合でございますね。まあ2月期はね、やっぱこの収益化がストップしたっていうのが大きいな、自分の中ではな。これはもうどうしようもない、どうしようもないし、それを受けてどう振る舞うかみたいなところがあるね。
あ、収益のところも見えなくなるから、推定収益のところも見えなくなるから、以降はこれで勝負ってなるんだけど、なかなかね、そうそう再生時間は伸びていかんぞ、ほっといたら。収益の方はなんか昔のやつ再生されたらある気がするけど、こっちはなかなか厳しいんじゃないかと思うな。視聴回数もおそらくこのね、ぴょんちゃんのあの、フルボーダーズ版実況が、もう伸びなくなってるから、来季3月はおそらくそんなには伸びないと思う。もう上がってこないと思う。上がり目なし。なんか新しいの考えた方がいいな、と思いつつね、なかなか何も思いついてないですね。3月、桜大戦の実況をもう一回始めたいなと思うけど、それもどうだろうな。やってる方は面白いけど、面白く差を伝えられるかどうかっていうのってまた別というかね。正直ジャイアントグラムとか結構面白い差を伝えられてると思ったりする。焼きつくも多分こっちが試合をプレイヤー側として何もしてないけど試合として面白いからそれを一緒に楽しんで見れるっていう意味で焼きつくも多分面白いんだと思う。とりあえず上げていきます。とりあえず上げていく。同時期にスパロボアルパやってる人がいるんですよ。同時期になんかそっちは多分 PS2 なんだけど全然再生数が違う。ちょっと悲しいちょっと悲しみがある。いや、まあまあやっていきます。はい、こんな調子です。3月ですね。今日3月3日なんですけどね、3月3日でデータが出揃うのがまあ3日後2日後ぐらいになるんで、今日のやつまで含めての28日系で2月1から28でとりあえずひとまずやっておりましたということですね。3月どうなのかは、まあお楽しみということですね。ということで、ほな、また次3月分上げていきます。全然やる気なくなってるかもしれない、3月ぐらいの時は。これがゼロになってるから。めちゃめちゃやる気なくなってるかもしれない。まあ、とりあえず、ほな、またお元気で。